江東区文化センターのサブレクホール。鏡の前でリズムに合わせて踊っているのはゆかりジャズダンスの皆さん。文化センター創立以来のサークルで毎週金曜日に活動しています。そして講師は丁寧な指導で好評の諸ゆかり先生です。先生は母の諸よしえさんのダンススタジオでもバレエやジャズダンスを指導しています。2歳からクラシックバレエを始めた先生は劇団四季やテーマパークのミュージカルダンサーとして活躍した経験もある凄腕です。踊りを踊ることで健康につながること、日常生活が痛いところがなくなって明るく生きていけるというところ、それが一番なんですけど、それだけじゃなくてそれを学ぶことで美しいラインが出る、それによって表現も表情が良くなるっていうのを目指しているので。楽しいです。楽しいですか？どういったところが楽しいですか？体の使い方とかをすごく丁寧に教えていただけるので、今までなんとなく使ってた膝だったり足首とかを意識して使えるようになりました。肩甲骨はここが手に、はい、降りてもそのまんま、はいどうぞ、横フレックスね、はい、いいよ。年が年なもんで、いろいろ体の歪みが今出てましてね、それに対してすごく細かく顕著に教えてくださるんですね。私はもうそこをすごくありがたく思ってきてます。はい、1週間の足癖とか足のラインを美しく見せるための角度矯正、はい、とあと背骨の動きが良くするというのを先にあります。はい、先生はジャズダンスの指導にあたって大切にしていることがあります。それはダンスをしても怪我をしない体を作ることです。先生は姿勢の正しさや柔軟性、筋力、呼吸法などインナーマッスルが重要視される動きを重点的に指導していきます。1、2、もっとじんわり最後までよ。あ、オッケー。だからじんわりこう体を誘導できるのが本人なので、ちょっと様子を見ながら少しずつ、そこが滞っちゃうと筋肉が伸びにくくなっちゃうんでね。で丁寧に動かしてもらってるんで、最初の頃は体をどう使おうかとかっていうのを考えずにただ踊れば楽しいみたいだったんですけど、今はレッスン見ていただいても分かるように、体のどの部分を使えば動きが良くなるか、また自分も健康になるのか、そういうのがこう先生がいろんなことを言ってくださるので、自分の中でもその知識が増えてって使える場所が増えてきたというか、ただ年齢的にちょっとずつこうやっぱり背中が弱くなってきたりなんかりするんですけど、そういうのも先生がちょこ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 来てはここねここねっていう感じで直してくださるので、若くいられるのもそのおかげかなと思ってるんですけど。そしていよいよジャズダンスです。大きくいる、ワン、ツーで、ステップね。やっぱり自分を解放できると、こう普段あんなにかっこつけたり動いたりしないので、ここに来ると周りも気にせずこんなかなあんなかなとか思いながら動けるのが楽しいです。なんかやっぱり音楽に合わせて踊るっていうのが、なんて言うんでしょう、バックダンサーのような踊りの舞台のバックダンサーのような気持ちでいつもやってます。やっぱり、ね、音楽で踊ると楽しいです。楽しいけど、そうすると自分がこう先生がおっしゃったのと違う場所を使ってたり、楽しいだけで動いてしまうとやっぱ使うところが変わってきたりしますので、それもチェックしながら、足首がもうちょっと入ってそう血を踏むとかって、そういうのがね楽しくなってくると浮いてきちゃうので、それも一回一回毎回長くやってますけど勉強になってます。ダンスではリズムに合わせて踊るだけではなく、体の筋肉がどう動いているかを意識して踊るように指導します。
4回軸を押してね、1、2、3押しながら移動する。はい、足首を立ててね、3お腹上げると、寄せて3、2、チャッチャッでステップ、バンバンバンパバンパンパン、スタッスタッ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 、ワン、ツー、スリー、エンフォー、ファイ、シック、セブン。はい、無謀に踊ってしまうと筋肉が詰まって神経をダメにしたり、やっぱり正しく筋肉を動かしながら、もちろん綺麗に踊れるっていうのもそれなんですけど、少しでも綺麗に踊ってほしい、表現もしてほしい、健康でいてほしいっていう、いろいろ思っているので、はい、もっと足首柔らかくしないとダメね。膝は一切使ってほしくない。足首多少はね使えますよ。ズズ、ここを圧をかけてから、ズン、それを芯にして、芯にして大きく体が動けん。これがさ、これ滑っちゃったでしょ今みたいに。芯を押してればそれがないんだけど、あと強くズンってあった根を張るくらい、はい、足首を深くいくんじゃない、安定させて上がってこない。足首がきついところでやるの。足首が安定してるために圧をかけて、で揺らすときにC じゃない、ここをえって針で刺したような感じ。あっ、反っちゃダメ。えっえっ、そうそうそう、それをしながら向き変えるの。そうそうそう、足首よ。で、付け根は折らないで、付け根は折らない、顔も前に出ない顔前に立ったで、後ろ後ろ、3、はい、ズン立った、ズン立った、そう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 、うん、気持ちは真剣でも顔は真剣じゃなくていいよ。だんだん良くなってきたんですけど、やっぱりだんだん多分乗って気持ちいいのはね、いいんだけど、これ自体だけじゃなく、ちゃんと床を押さないと、これがこうやって動いてきちゃうので、全部が揺れちゃうとかっこよくならないから、しっかり床を押しながらボディを揺らすっていう意識が、そう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 。でやっぱりこう圧をかけるっていうことは、もう足の筋力的にも体感的にもすごくいいので、ちゃんとそう意識しながら踊りをするっていうのは体にもやっぱりいいのね。だからそういう意識を高めていくことが大事かと思います。ダンスをすることでどのような効果があるのでしょうか。お腹を鍛えるので腰が強くなる、足首が揺れにくくなると、膝が揺れにくくて酷使しないから膝を痛めないとか、もちろん膝周りも強くなったり、足首周りも強くなるので、筋肉の使い方、呼吸の使い方とか、そういうのをちょっと教えて。すごく丁寧にやってくださいますし、すごく楽しいです。まあ、先生のね、教えを漕ぎながらできるというところが楽しいんじゃないでしょうかね。やっぱり楽しいですよ。最後は呼吸法とともに股関節を広げたり、ダンスで使う筋肉を整えます。はい、ですよ。はい、そのまま左足いつも通り伸ばしていきます。膝は外へ開かず、右膝も体の中側にいてね。はい、フレックス。足首を曲げたり伸ばすことでふくらはぎの血行を促進します。そのまま指だけぎゅー、もっと足の裏にシワ作る。はい、パー。足の指を動かすことで血行を促進して、外反母趾を防ぎます。下の足首もよ。呼吸をしっかり使ってね。右胸は天井に向けたまま息を吸って、腰痛の予防改善には筋肉を鍛えるだけではなく、筋肉を柔らかくすることが大切です。少し馴染んできたら柔らかくなってきたなっていうのが分かるはずなんでね。その伸ばした時に腰にうっすら手が入るぐらいの隙間がないとダメよ。背骨の S 字カーブがしっかりしてないとダメなので、はい、フレックス。正しい姿勢を保つために背骨の S 字カーブを意識してストレッチします。続いて腸腰筋を使ったストレッチです。腸腰筋は上半身と下半身をつなぐ筋肉です。この筋肉は良い姿勢を保つために使われていて、しっかり歩くための役割を持っています。
踏み込んであまり膝が前に出すぎない程度、ちょっとぐらい出ても大丈夫です。でその時に骨盤が開かないようにちょっとここを押して、前にかからないように手で押して体を起こしてストレッチします。付け根のちょっと戻す、痛いとこまで押さない、はい2、はい戻す、中の腸腰筋をぐっと上げる感じね、立ててこうまっすぐというかクーッと上げながら、そうそうここの付け根を伸ばします。3、骨盤が開かない、はい戻す。皆さんはダンスで使った筋肉を整えていました。いろんな体のストレッチを兼ねて呼吸法とともに伸ばしたり、関節の間を広げたりとか、あと足の指、まあ、あのいろいろ親指がバレエとかやると足先がどっちかというと上に向けていかなきゃいけないですけど、それだけを意識すると外反母趾になりやすいっていうので、まあ、肉球をしっかり押しながら指を鍛えると外反母趾の痛みが出ないっていう、そういういろんなことを鍛えながら綺麗に踊る。ダンスを楽しみながら体のメンテナンスができるゆかりジャズダンス。サークルの皆さんは怪我をしない体づくりで、これからも長くダンスを楽しんでいきます。教えられるのが嫌いな人は多分私のレッスンが合わないと思うんですね。もっと踊りだけを進ませてほしいっていう方はちょっと合わないと思います。細かい、でも踊れたけど細かいところがわからないっていうところを知りたいっていう方はぜひいらしていただきたいと。ボールを専用のクラブで打ち、ポールポストにポールイン。江東区文化センターの中庭を利用して毎週グラウンドゴルフを楽しんでいるのは、東洋2丁目養心会グラウンドゴルフ部の皆さんです。東洋2丁目養心会は東洋2丁目にお住まいで60歳以上の方を対象に、人との出会いや触れ合い、健康づくりを目的に1991年に結成した老人クラブです。メンバー150人ほどが在籍。グラウンドゴルフ部以外にもカローリングや書道、手芸などの多彩な部活動を行っています。こちらのグラウンドゴルフ部は20年前に作られ、今では20人ほどのメンバーが毎週活動しています。このグラウンドゴルフ部の部長神田則夫さんにグラウンドゴルフの魅力を聞いてみました。あの普段は何年か年取ってきて、あれかなって言うんですか、よく歩くことと、ただ歩いてるだけじゃなくて目的が、あのホールに入れるっていう目的があるので、だからあの気持ちが高揚したりすると思います。グラウンドゴルフはゴルフのようにボールをクラブで打ち、ホールポストにホールインするまでの打数を競います。8ホールを回って少ない打数で上がった方が勝利します。はい、終わりました。え、今日比さん4なの？4、4、4、3、3。やっぱり面白いというのはですね、やっぱり誰でもできるところですよね。グラウンドでそんな力もいらないですしね、本物のゴルフのように思い切り飛ばす必要もないんで、もっぱらコントロールさえ良ければですね、なんとかゲームが成り立つんじゃないかと思うんですよね。集中力や調整力を発揮する場面がうまく組み合わされているグラウンドゴルフ、その難しさは、やっぱり石ころとかなんとかあって、必ずしも狙ったところは行くとは限らないから、要するにグランドゴルフはね、普通のゴルフと違って枠があるから、それに当たったりそれで取り越したり、普通のゴルフだったらね、穴があるからそこ
入ったら終わる、そのままで開けても、それが難しい。ああ、よかった。出る時もあるんだ、こうやってうまい人。カメラで知ったよ。あの本当のゴルフだった、本当の穴に入れるんですけども、こちらはこう輪っかになってますよね。だから輪っかだと、あのちょっと強いと出ちゃうんですよね。その、 あの力の入れ具合が難しいね。それが楽しいんですよ。皆さんのこう触れ合いどうですかね。それはそれは楽しいですね。それで年齢もだいたい近いですから、みんな70前後とか80とか。楽しいけど、なんかお話ししながらこうなんか盛り上がってる部分もあるんですかね。やってる時は真剣なんですけども。どうですか、あのスコアの方は、調子は。いろいろ言ってるから全然定まらないのね。だいたい これの時に指で喋るっていうことの方がおかしいじゃない。すみません、ショット前に皆さん真剣そのもの。ホールポストに集中してスイング。あ、入るか。もう少し。あ、もう少し。瞬間入ったと思いました。いえ、狙ってましたよね。いや、毎回狙ってますよ。その直後にもホールインワンが続きました。やりましたね。すげえ。良いプレーができると体も軽く足早に移動していました。狙ってました。狙ってました。打った瞬間分かるんですか、今ってもう入るなっていう感じ。そうですね、あの力の入り具合で、はい、皆さんお上手です。東洋2丁目養親会グラウンドゴルフ部は昨年江東区の大会に出場し4位の成績を収めました。どうする記録チーム中、だってね、1チームで選手6人で、女性は2人以上、いや、すごくないですけど、それでね、そうです、それでね、優勝は東京都大会に出場できる。皆さん、東京都大会目指して頑張っていました。やっぱり最終的には集中力でですね、結果がいい結果が出るのは大体ほとんどもう無意識というか、その打つことだけに集中してですね、やってるとなんか必然的に結果もいい結果が出るような気がしてますけど。グラウンドゴルフに集中してプレーする東洋2丁目養親会グラウンドゴルフ部の皆さん、その真剣さがグラウンドゴルフの奥深さを物語っています。やっぱり適度な運動と、それと毎週会員が顔を合わせて交流ね、楽しみながら、健康のために。結構歩くんですよ、ここ、2時間ぐらい、前後でね、お笑いがあったりカーリングがあったり運動、貯蔵があったり、なんかカラオケがあったり、自分の好きな入って元気よく活躍してるし、まあみんな元気でやっていただければ一番いいなと思います。よかったら、ここに現在の皆さんと一緒に、仲良く会員をお待ちします。東洋2丁目養親会は会員の親睦を図るとともに、健康で楽しい生活を実現するためにさまざまな活動を行っています。入会したい方はご連絡お待ちしています。9時、正午、3時、7時、役立つ情報放送中。
見てね。と、ことみちゃんも言っています。